はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで、構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、普段の生活から思ったことをどしどし発信していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今日取り上げるテーマは、中東情勢について、ちょっと解説したいなと、思っています。まあ、この問題すごい複雑で、ちょっと分かりづらいなって思ってる方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ私もその一人でして、まあ、ちょっと今回何が起きているのかっていうのを、まあ自分なりにちょっと調べてきたんで、ちょっと解説させていただければと思うんですけれども、ちょっと、ま、僕自身も間違ってる部分が確かにあるかもしれないんで、ちょっとその点はまあ多めに見ていただけるととても助かるんですけれども、ちょっと私も宗教とかあんまり詳しくないので、まあ何が起きているかっていうと、今ちょうど、イスラエルがレバノンに攻撃して、ヒズボラの拠点を攻撃したことによって、イランがやり返して報復活動に出ているという状況になってて、今でお互いが報復合戦をしようとしていて、で、まあ、緊張が走っていて、戦争に発展しそうな状況になってるんですね。まあ、もう実質的に発展してるかなって思ってるんですけども、まあ、そもそもなぜ今、イスラエルって、パレスチナ自治区、パレスチナのガザ地区に侵攻してるじゃない、侵攻というか、武力掃討作戦を行ってるじゃないですか。なぜこれが起きているのかっていうのは、まあ、ちょっと知ってる方もこれはいらっしゃるかと思うんですけど、そこにいるハマスっていう武力組織、ガザ地区をそもそも、運営していたハマスっていう、武力組織を掃討するためにやっていると。で、なぜハマスっていうのが実権をガザ地区で握ったかっていうと、ガザ地区っていうのは、イスラエルの中にあるパレス、イスラエルってユダヤ人の国なんですけれども、その中にはパレスチナ人が住んでいる国、あ、住んでいる自治地区だと。ただ、そこはイスラエルによって、まあ、封鎖されている状況なんですね。このパレスチナの人はここから出ちゃいけ、あ、パレスチナ人の方はこのガザ地区から出ちゃいけませんって。実質塀のない監獄みたいな、状況なんですよ。なんでパレスチナ人はもうどこに、自由にどこにも行くことができないし、イスラエルの許可がないと。でもずっとそこに押し込められている。200万人ぐらいがずっとそこの東京23区ぐらいの大きさの中に、もうずっとずっともうどこに行くこともなく何十年も押し込められてるって感じなんですけれども、で、そこで実権を2006年ぐらいに、2000年代に握ったのがハマスだったと。で、まあ、ハマスとイスラエルって何度もやり合ってて、で、まあ、ガザ地区も何度もイスラエルと対立してて、その度にイスラエルがそう、武力で沈めてきたって感じなんですけれども、まあ、で、そのハマスが実権を握ったと。で、まあ、ちょっとまた遡ってしまうんですけど、なぜパレスチナ人をガザ地区に押し込めたかっていうと、もともとそこは、パレスチナ人が住んでたんですよ。第二次大戦が終わるまでは。で、第二次大戦が終わった時に、イスラエルの、今ユダヤ人が、いや、ユダヤ教の聖地は、エルサレムだから、今パレスチナがあるところ、住んでるところだからって言って来てしまって、で、そこで、いや、じゃあパレスチナ人を出てってくださいってなって、で、ただその中で残ったのが、ガザ地区にいるパレスチナ人だったと。で、まあ、そこでいろんな武力闘争が起きて、じゃあ、彼らを押し込めますみたいな結果的になってしまったんですね。で、そもそも、ユダヤ、2000、まだちょっと遡って申し訳ないんですけれども、まあ、ユダヤ人はなぜそこが聖地だったかっていうと、まあ、2000年前まで、もう本当すごい昔なんですけど、そこはユダヤ人が住んでたんですね。だけど、まあ、いろいろなごたごたがあった結果、パレスチナ人が、ちょっとユダヤ人はちょっと出てってくださいってなって、で、ユダヤ人はそこから追われて世界に散らばっていったんですけど、で、そこが第二次大戦が終わって、ユダヤ人の国を作ろうってなって、イスラエルにユダヤ人、イスラエルがある場所に、まあ、ユダヤ人の国としてイスラエルが作られたと。で、そこで、まあ、パレスチナ人が残ってしまい、ガザ地区っていうのができてしまって、そこの実権をハマスが握ったと。で、ハマスっていうのは、
実はそのイランから、すごい支援を受けてるんですね。で、そのイランと関係が深い、中にヒズボラっていうのがいるんですよ。ヒズボラも武力組織なんですけど、ヒズボラっていうのは、そのイランの革命、イランってもともとアメリカと仲良かった国なんですけど、1979年に革命が起きて、イスラム教の国になって、なり、イスラム教の、権威を強めるという国になり、その結果アメリカと対立したんですけど、その革命をからずっとヒズボラっていう組織を支援してたんですね。で、そのイランは、イランにとって、なぜイスラエルの仲が悪いかっていうと、イスラエルが今聖地だとしているエルサレム、あそこはイランにとってもイスラム教の聖地だって言ってるんですよ。ということは、そのイランはパレスチナとも対立するし、自分たちの力によって、武力によって出ていかしたパレスチナ人とも対立するし、そのイランとも対立、結果的に対立することになっちゃうんですね。で、ここまで分かったでしょうか。ついてきていただけるととても助かるんですけれども、で、そのイランっていうのは、先ほど申し上げたようにヒズボラっていうのと関係が深いんで、で、そのヒズボラは、今回の、イスラエルの、ガザ地区の侵攻に関して、ハマスとはまたちょっと、組織とか、教義とか違うんですけど、同じイスラム教でも、そのヒズボラはハマスを支援してるんです。それはやっぱり、共通の敵なんで、ハマスと、ヒズボラと、イランにとってイスラエルって同じ聖地をめぐる、なんで利害関係が一致する形で、ヒズボラがハマスを支援していると。で、イランも、つまりそのヒズボラはイランに支援を受けてきたから、まあ、イランも結果的に、パレスチナ人がいるハマスに、支援をしていると。そのような形なんですね。で、それに怒った、イスラエルがそのイランにいた、ハマスの最高指導者を4月に、まあ、空爆というか、まあ、テヘランで、殺害してしまったんですね。で、まあ、これってイランにとっては好都合な、参戦条件だったんですよ。なぜかっていうと、首都のテヘランでそれを起こしたと。で、自分たちが、招いていたハマスの指導者を殺害したっていう大義名分ができてしまったので、で、イランはイスラエルを攻撃することにしたんですね。で、そもそもイスラエルはそのイランの、核開発に関してすごく懸念を抱いてたんですよ。核開発やめろって言って。なので、それもでもあって結構対立が深まってたんで、宗教問題、核開発問題。で、そこに今回のハマスの最高指導者を殺害したことによって、イランに参戦状、格好の戦争をする条件ができてしまったと。で、報復をしました。で、今、レバノンにイスラエルが攻撃してたじゃないですか。で、レバノンにもヒズボラの拠点がたくさんあって、で、レバノンの、政治体制の中でヒズボラって結構重要な地位を占めてるんですね。国会にいたりだとか、結構そのレバノンいくつかの、都市を、運営してたりとか、実権を握ってたりとかしてるんで、勢力を強めてるんですよ、レバノンで。ヒズボラって。なので、イスラエルとしてはそれはちょっと、許すことができないっていうこと、看過することができないっていうことで、今回その、イスラエルはレバノンに対して攻撃をすると。まあ、レバノンに対する攻撃はずっと昔から起きてたんですけれども、それが今回、行って、で、まあ、ヒズボラは先ほど申し上げたようにイランと仲がいいんで、これは報復する、条件に当たるっていうことによって、まあ、イランがイスラエルに攻撃していると。いうような形になってるんですね。なので、これが今んとこ中東で起きてることだと、間違ってなければ そういう形思うんですけれども、今後どうなるかっていうと、結構そのどこで妥協点を見つけるか、妥結点を見つけるかっていうのはすごく難しくって、もしかしたらその中東全体がまた、戦争に入るかもしれないですし、それが起きると原油高とあったりとか、円が高くなったりとか、また原油高になると、物が入ってきづらくなるんで、日本に。それで輸入に関して、
物の値段が上がったりとか、エネルギーに関する、電気代、光熱費とか上がってしまったりとか、もしかしたらそういう影響もあるかもしれないし、投資家の方々、僕も、インデックス投資なんですけれども、そういう方々にとってもちょっと不安定な状況が続くんじゃないかなと、思っているところですね。なんで、ちょっと今後は大統領選、中東、あと日本の総選挙が終わるまでは、皆さん、投資家じゃなくても不安定な日々が続くと思うんですけれども、なるべく戦争は避けてほしいなと思います。アメリカとサウジアラビア、が仲がいいんで幸い、アメリカは、イスラエル側に立っていると、サウジアラビアはどちらかというとイラン側に立っているんですね。ただその2国が仲がいいんで、なんとかそこ、最終的なそこで収めてくれないかなっていうふうに、私は思っております。ご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルが、もし、この動画がもし良いと思われた方は、高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。